杉本屋製菓株式会社は愛知県とヨハシ市に本社を置く菓子メーカーである。1915年に創業者が厚見郡赤羽村にて生菓子の製造、販売を開始したのが始まり。その後とヨハシ市にてゼリーや洋館の製造を始め戦後になって現在の杉本屋製菓となる。創業100周年を迎えた2015年に ツイッター公式アカウントを設置し、多種多彩なキャンペーンを展開し多くのフォロワーを獲得している。また、男女を問わず、アイドルなどの音楽ライブを主催し、2017年1月28日より、年2回、応援が、テーマの総合エンターテイメントフェスティバルをキャッチフレーズに、マケングミフェスを都内で開催するなど、音楽イベントを精力的に取り行っている。 1969年発売。寒天を天然着色料で5色に染め、オブラートで包んだゼリー。発売当初は 2kg の箱入りが中心で、菓子店での量り売りで多く取り扱われていた。現在は145から 165g の袋入りが主である。形状も脳型体から立方体へと変化している。年間80万から100万袋の売り上げがある。 2011年から震災維持支援プロジェクトに参加し、ハイミックスゼリー1袋につき1円を足長育英会に寄付している。1988年にジャンケン組として発売。1990年にマケン、組と改めた。想定価格は税込み40円。年間1000万個以上の売り上げがある。2016年7月。 グーチョキパーの頃から毎年9月28日を、魔剣グミの日として、日本記念日協会に登録。グー、チョキ、パーの手形に渦巻き状の尻尾がついた形をしたグミで、パッケージに描かれている手と入っているグミの手は一致するとは限らない。パッケージのキャラクターは、グーが、グータン、チョキが、チョッピー、パーが、パルルと名付けられている。 2015年8月以前のパッケージでは、それぞれ、グーボー、チョキリン、パータンという名前だった。グレープ味、コーラ味、サイダー味があり、過去には、イチゴヨーグルト味や、メロンソーダ味があった。渦巻き状の形状にちなみ、富士急ハイランドの回転数が、特徴のジェットコースター、A じゃないかの累計登場者数600万人セレモニーで、配布されたこともある。 サイズ違いの関連商品として、杉本屋製菓が監修し、入道本舗が発売している、キングドデカ魔ン組と、ちっちゃくなった魔ン組がある。魔ン組フェスや、劇団魔ン組などを主催し、魔ン組及び、自社のプロモーション活動を行っている。少子化が進む中、アイドルや俳優の発信力を通して幼少期に親しんだ、世代を呼び戻し、 購買につなげることが狙いである。2017年11月12日、魔剣、グミ公式アンバサダーに、グーチョキパーが就任することが発表された。就任当日となった2017年12月9日、グーチョキパーの楽曲のタイトルにちなんだ、弾けそうだ味の魔剣グミの製造を発表。2020年4月には、魔剣グミプロデュースとして、アイドルオーディションを開催し、 8月にラブスピアーズ及びランウィズユーの2組がデビューした。2020年7月16日、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、アイドルシーンを応援するため、楽曲制作プロジェクト、日本ハレス・アーキットサポーテッドバイ・マケン組が立ち上げられた。14組のグループ、総勢100人が参加し、収録が行われ、 2021年1月30日に完成した楽曲日本バレキューピットが公開された。コラボを積極的に行っており、コラボ負け組の発売のほか、3話サプライヤグリーンパとのコラボを実施している。ありがとうございます。